週間のお天気をお伝えします。川端さん、はい、今後は短い周期で天気が変化していきそうですね。そうですね、今日から3月ということですけれども、うん、天気のパターンも春の周期変化になりそうですね。はい、天気図を使った解説をしていきたいと思います。ご覧いただいているのは明日2日の朝の天気図になっています。明日は低気圧が発達しながら日本付近通過していきますので、大雪そして強い雨風に注意が必要な状況となります。はい、その後は短い周期で天気が変わっていきます。3日になりますと一時的に冬型の気圧配置となりますが、4日には高気圧がもう東の海上に抜けて、さらに5日になると新たに次の低気圧が西日本に付近に近づいてくるということで、かなり天気の変化のパターンがですね、こう早くなってきている、そういった1週間になります。はい、で実際の天気アイコンで見ていきますと、こちら全国の天気アイコンをご覧いただいています。明日は全国的に荒れた天気となりますが、3日は特に後半を中心に晴れるところ多くなりそうです。ただ4日以降西日本では天気崩れ始めまして、6日にかけて曇りや雨の天気となりそうです。はい、そして次晴れるのは7日頃ということで、短い周期で天気が変わっていくんですね。はい、天気が荒れる日はやはり2日そして6日はいかがでしょうか。はい、こちらはあまり低気圧の発達見込んでいませんので、はい、天気が荒れる日といいますとこの2日火曜日ということになりそうですね。わかりました。また気温の変化も気になりますね。はい、こちらアップダウンが大きくなります。気温の予想を見ていきますと、はい、全国の週間の気温の予想となっています。この先1週間は気温のアップダウンが大きく、特に気温が下がるのがこちら3日ですね。3日とそして7日、この2日間が気温が下がってきます。はい、この1週間を見ていきましても気温の変動かなり大きくなってきます。例えば金沢見ていきましても、2日火曜日は19度に対して3日水曜日は7度と、その後また最高気温15度前後まで上がってくるということで、はい、体調崩しやすくなりますので、十分に服装などでうまく調節して体調管理をしてください。そうですね、皆様もお体に気をつけてお過ごしください。